回ジュネーブ国際音楽コンクールの作曲部門のファイナリストに選ばれたのは本当に自分でもちょっとびっくりしてしまったんですけれども、本当に世界中で活躍されてる演奏家の方に自分の作品を演奏してもらえるという機会をいただけたことは本当に光栄で嬉しいことで、今回ジュネーブ国際音楽コンクールではランスタンプという曲を出品しました。でこの曲を書いたきっかけっていうのは、高島彌十郎さんが書いたろうそくという絵からインスピレーションを受けて作曲しました。で彼の絵を見ているとそのろうそくの炎を、このろうそくの炎っていうのがもう 私たちが今現在持っている火というイメージのものではなくって、もう古代ギリシャ時代の人たちがおそらく感じていたであろう精神的というか神的な意味での火というものが見えてくるように感じたんですね。時間芸術であるその音楽を使って現代的な音楽語法を使って探求するというのを今回の作品のテーマにしています。私あんまり留学経験が実はなくて、ちゃんとコミュニケーションが取れるかなとかすごく心配、本当にものすごく心配してたんですけど、指揮者のピエール・ブルーズさんはもう何の説明もしなくても私のやりたいことを楽譜から本当に読み取ってくださって、でそれをルーマニックモデルアンサンブルの方にちゃんと伝えてくれて、でそのメンバーの方たちはもうすぐにそのピエールさんのおっしゃったことを吸収してもう表現していて、もう本当にもうすごい方たちだなと本当に思いました。